ロンドンのブロンプトン墓地にあるモンローの墓被所代、ベアクロフツ殉談ャクサーチャールズ・カーマイケル・モンローは、第一次世界大戦当時のイギリス陸軍の将軍、また、後のジブラルタル総督。シャーボーンスクールから、サンドハーストの王立陸軍大学に進んだモンローは、1879年に、第二不評連隊へ改名、現在のプリンセス・オブ・ウェールズ・ロイヤル連隊の前身の一つの士官に、 任官した。第二次防和戦争に従軍し、1900年のパールデベルクの戦いに参戦した。1907年、ダブリンの第13不評旅団の司令官に任じられ、1912年には第二ロンドン師団へ改名の司令官となった。第一次世界大戦が勃発すると、モンローは第二師団の司令官としてフランスへ派遣され、 第一次イーペルの戦いで重要な役割を果たした。1914年12月には第一軍団司令官となり、1915年7月には第三軍司令官となった。ガリポリの戦いの後、イアン・ハミルトン将軍が地中海、遠征軍司令長官を更迭されると、代わってチャールズ・モンローが1915年10月に公認に当てられた。モンローは、 ガリポリ半島からの撤退を命じた。1916年、モンローはフランスにいた第一軍司令官を短期間だけ務めた後、同年の遅い時期にインド最高司令官となった。インド最高司令官として、モンローはメソポタミアの戦いの指揮を取ることとなった。1916年8月1日、ウィリアム・ロバートソンはモンローにメソポタミアでは、 見栄えよく展開するようにとした上で、それ以上は自重し、バグダッドを陥落させようなどとはするなと言ったとされる。ところが、これは、戦争委員会に加わっていたジョージ・カーゾンと、オースティン・チェンバレンによってひっくり返された。モンドーはインドへの不妊の途上で、スタンディー・モードが率いていた軍の状態を査察し、モンドーが送った肯定的な報告を踏まえ、1916年9月18日に、 戦争委員会はモードに対して構成に出ることを承認した。1923年、モンローはジブラルタル総督に任じられた。モンローは1929年に死去し、ロンドンのブロンプトン墓地に埋葬された。ありがとうございます。